吉田さんののところの1000万の人すすごいですね、うん、やっぱりね、どんなものでも、それを求めている人は必ずいるんですよね。どんなスキルでも、どんな分野でも。というのが、例えば私がすごくマニアックなあの知識を持っていたとして、その知識ってやっぱり誰かが発信してるからこそ、私の知識にもなってるわけですよね。ということは、すごくマニアックであればあるほど、発信者が少ないわけですから、そのマーケットを掌握することができるのかなと思います。まあ、ですので、 小さいマーケットでまずは第一人者になることっていうのがね、すごく大事なんだろうなと思いますし、大きなマーケットに挑戦すると、それこそネタを転がってるんですけども、ライバルとの争いで負けてしまうのかなと思いますよね。リストも当然たくさん必要になってきますしね。でもマニアックなマーケットだったら、リストがね、5とか10あれば十分ってことにもなりますので、まあ、そういったのを最初から狙っていけばいいのかなと思いますよね。うん、まあね。 この前ね、ちょっとね年の差恋愛についての放送をしてたんですけども年の差恋愛を実際にしてる方っていうのは少ないんですよ特にあの15歳から20歳ぐらいの年の差がある男女の恋愛っていうのはねこれ経験者少ないわけなんですよだからその少ない人でまとまるとものすごくねやりやすいんですよねもうすでにあのフォーカスする情報っていうのがあできてますからね横道にそれることもないしそれから あの恋愛体験って自分の体験しか基本的には持つことができませんけどもそれを共有することによってあのいろんんな角度から自分のの恋愛のバランスを見るることができるんできすよね。まあ、そういった意味で言うとこの恋愛っていうのはね世の中にものすごく例は溢れてるんですけどもあの条件を限定するとすごく、まあ、少なくなるっていうかね、うん、攻めやすくなるのかなっていうところありますね。 まあ、ちなみにね最近ねあの私の熟成さんで LINE アットを始めた人がいるんですけどもリストが集まってないそうなんですよ今登録者が3人だそうなんですよね LINE アットで、うん、でも3人に対して物が売れない人がそれがね300人になったところで物売れますかっていうふうに問いかけて3人でも買ってもらえるようなものを販売しなさいっていう話にしたんですよ3人ですよね3人ってのはあでも身内みたいなもんなんで普段から仲良くしてるんですよみたいなこと言ってるんですよ だから物売りやすいじゃんって私思うんですよね。人となりが分かっていて信頼関係がすでにある人に商品を売る。それに何か難しさあるんですかってことですよね。むしろ見ず知らずの人が買うことの方が難しいし、買ったところでね、やっぱりこんなはずじゃなかったっていうふうなクレームを受ける可能性も高まると思うんですけどね。うん、まあだからって,って言って、リスク、リストがね、多ければ多いほど売れやすいものもありますんでね。 だからどんなフェーズであろうとも仕掛けることはできるってことなんでしょうね。いっていって